Google Earth Studio を使ってみる3ということでカメラターゲットを使ってみますカメラターゲットを設定するとカメラはカメラターゲットがある方向を向いてくれますカメラのパンや傾きの値を設定することなくカメラの方向を変えることができますカメラターゲットの位置はカメラの位置とは別に設定できますカメラターゲットを止めて使うと 建造物の一点を見ながら旋回するようなシーンが作れます。逆にカメラターゲットを動かして使うと走っている乗り物を追いかけているようなシーンが作れます。今回はレインボーブリッジを渡るようにカメラターゲットを動かし橋脚付近で一旦止めてカメラはその周りを旋回するような動きをさせます。カメラとカメラターゲット似たような言葉で似ている設定項目なので。 説明の言葉は注意深く捉えてください。では、早速、Google Earth Studio を使っていきます。ファイル、新規からのプロジェクトを選択して、新しいプロジェクトの画面を表示します。プロジェクトの名前は、コース -03 とします。世界、サイズ、時間、フレームレート、パー、秒とも、そのままの、地球、横1920。 縦1080、450フレーム、30としておきます。ビューポートは、トップビューとカメラビューのマルチビューとします。トップビュー側は、航空写真をチェックし、最初はカメラを追うもチェックしておきます。そして、カメラビュー側は、安全マージンのガイドを出して、画像の中心がわかるようにします。 ガイドの表示・非表示は ALT、G のキー操作で切り替えることができます。そして属性を追加のボタンを押してカメラターゲットとビューのフィールドをチェックして完了のボタンを押します。ここでビューのフィールドを40にします。ビューのフィールド40は私の好みの設定でカメラを少し広角気味の設定にしています。 ではレインボーブリッジのところにカメラを移します。ここにレインボーブリッジと入力してリターンを押します。トップビューとカメラビューの両方にレインボーブリッジが表示されたと思います。まずカメラターゲットから設定していきます。プレイヘッドをゼロフレームにおいてカメラターゲットの影響をゼロにします。いつもこのようなことをする必要はないのですが。 カメラターゲットの影響を100にしておくとカメラの位置にかかわらずカメラターゲットの方を向いてしまいますそうするとカメラを置いている位置によってチュートリアルの説明と全く違う方向を向いていたりするので説明通りの実施が難しくなりますそしてカメラビューで拡大・移動などさせてループ部分の交わっているところを表示させてください この交わっているところにマウスカーソルを合わせ、右ボタンメニューのカメラターゲットを設定を選択します。カメラターゲットの丸い印が表示されました。位置を変えたい場合、トップビューで操作します。ただ、高さのある建造物の場合、トップビューの写真の位置がずれている場合があるので、確認はカメラビューでしながら動かします。位置が決まったら、この部分を押して、 カメラターゲットの位置を確定します。カメラターゲットの設定と、カメラの設定を間違わないでください。カメラターゲットの設定は下の方です。次に、180フレームにプレイヘッドを置き、塔の上は避けた橋脚のあたりにマウスカーソルを合わせ、カメラターゲットの設定をします。 この部分を押して、確定させておきます。次に、420フレームにプレイヘッドを置き、そのままこの部分を押して、確定させておきます。変更を加えていないので、420フレームも180フレームと同じ設定になります。次に、450フレームにプレイヘッドを置き、この位置でカメラターゲットを設定します。 イージングの設定があると動いてしまう場合もあるので線形としてイージングを解除しておきますこの状態で、ゼロで0フレームから動きを確認するとこのようにカメラターゲットは足の上を動いて180フレームから420フレームまでは静止、 420フレームからは、動きます。これで、カメラターゲットの設定はできました。ここからは、カメラの設定です。カメラを追うのチェックを外します。ここで、0フレームのカメラターゲットの影響0を100に変更します。カメラビューの表示が変わったと思います。私の表示とは違っている場合も多いと思います。 トップビューの方でカメラを動かしてみますこんな風に常にカメラターゲットの方向を向くようにカメラの向きが変わると思いますまたカメラビューの方でもいろいろな方向から見ることになりますが常にカメラターゲットが中心にあると思いますそれでは0フレームのカメラの位置を設定していきますカメラの設定は上の方です カメラターゲットの設定と間違わないように注意してくださいレインボーブリッジは塔の上で1 2 5メートルの高さなのでその倍ぐらいの2 5 0メートルにしますカメラの位置はこのあたりにしておきます次の180フレームはこのあたりで。 ここからは、旋回します。60フレームで90度動くようにします。240フレームは、このあたり、300フレームは、このあたり、360フレームは、このあたり、420フレームは、このあたり、 旋回を終えた450フレームは、この辺りとします。ちゃんとした円にする必要はありませんが、滑らかに動くように整えます。

動画の設定で、送信ボタンを押して待てば、クラウドに動画が出来上がっていると思います。出来上がった動画は、こんな感じです。いかがでしたでしょうか。今回は、直線的に動くカメラターゲットを説明しました。 次回はカメラターゲットを曲線的に動かしてみます。また最初に設定したフレーム数では足りないとき、フレームを増やす方法とその注意点について説明します。今回のこの設定を使いますのできちんと保存しておいてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も Google Earth Studio を使ってみるシリーズの動画をアップロードしていきます。 よろしければチャンネル登録をお願いします。